なんでお前らがここに。なんでって、俺はこの町で事務所開いてる探偵ですよ。木戸さんこそ珍しい。こんなとこに何の用です？いや、もしかして美人の記者と待ち合わせとか。なるほど、そうか、やっぱりお前の仕業か。あのビデオをどうする気だ？そっちの出方によってはなかったことにしてもいい。金か？今俺らが欲しいのはそれじゃないよ。私をどうする気だ？その前に場所変えよっか。いや、それは困るな。ん？私はいつだって守られているんだよ。なんだこいつら。厚労省の雇ったチンピラってとこかな。こんなのが町中にいんのか。ビデオを全部消せ、ヤガミ！もうあんたを守るやつはいないよ。ここには創薬センターでの肩書きも厚労省の助けもない。ずっとこの時を待ってた。私がいなければアドデックナインはどうなる。開発がストップするぞ。別にあんたを殺すわけじゃないんだから。ただ偉そうな態度はよした方がいいな。痛いのは嫌だろう。じゃあ行こうか。